事啊？はい、世界に誇れる日本のミュージシャンを紹介する音楽番組、ミュージックシェア司会の本田道夫です。本日はいつも一緒に MC をやっているゆうきくん、浮世のゆうきくんは、新しいアルバムのツアーでお休みをいただいておりますので、今日は一人で、頑張りたいと思います。では早速なんですけれども、豆柴さんの DJ をやってもらうわけなんですけれども、ツイッターと、連動してますのでね、どしどしコメントなどお寄せいただけたらなと思います。ではお願いします。
my funny valentine sweet comic valentine you make me smile with my heart you're the charm of the world I'm Yet you're my favorite work of art. Is your figure less than three? Is your mouth a little weak? When you open it Are you smart? But don't change your hair for me. Not if you care for me.私を連れ去っておくれあの人が死んでしまったからこの人生はもうおしまい富士の病どこにあの人が佇み身を投げたのか教えておくれそこに私も佇み喜んで身を投げよう富士の病よもしこの湖で私が死んだとあの人が聞いたなら一緒にいたことなど忘れ去ってしまうだろう富士の山よこの人生をこうして捧げてしまうまであの人を知らないままに生きていた富士の山よ富士の山よ私が死んでしまったらこの世界に伝えておくれ愛は命より尊いと富士の山よ
ありがとうございました。響きまべしばさんでした。トークの準備に入っていただく前に徳差健吾くんのクラシックアワーをご覧ください。クラシックアワーでございます。今月もまた高橋かえさん、邦楽囃子家の高橋かえさんにおいでいただいております。先月話し足りなかったので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。この手を見てください。この手をね、これ、先月高橋さんから指摘がありまして、すいませんね、僕ばっかり喋っちゃうんですけども、この手もね今閉じております。人とカメラに向かって話すときに、はい、僕ずっと悩んでたんですよ、はい、どういう所作で撮られるべきなのか、もう卓録みたいなことなんですけども、毎回ちょっと自分はだらしがないんじゃないかということで、先月の収録後にいろいろお聞きしたところ、まあ、国立劇場とか、そういった非常に硬いというと言い過ぎなんでしょうかね、そういった場で演奏経験を積まれている高橋かえさんが、やっぱり所作というものがありますと、日本の、うんうん、はい、でそういうカメラ写りなんかにしてもやっぱりあるんですよと、徳崎さん手が開いてますよってね、はい、パシンって叩かれました、はいはい、こうなってると良くないんですよ。ほらほら、偉そうなんですね。まあ、美しくない、うん、美しくないところがほらこうすると急にちゃんと番組らしくなるんですよ。そうですね、はい、でまあ本来は音楽番組なんですけども、はい、だしその中の1コーナーなんですけども、はい、所作というかね、立ち振る舞いについて今日は、はい、プロフェッショナルの高橋かえ先生に、教えていただこうかなと。わかりました、はい、まず日本の芸能って全部型から入るんですけど、型って動きだったりするんですけれども、私たちがこう舞台でずっと何も待ってる部分が多くて、ただ正座して座っているだけなんですけど、はい、その姿が客席から見てるとすごくいろいろよくわかるんですね、うん、目が動いたり手がちょっとでも動いたり、あと何か今考えてるなとかいうのが、うん、あとその人の生き様だったりっていうのがすごくよく見えて、うん、私はそれが怖いなと思って、例えば首が曲がってるとか、背中がまっすぐであるとか。僕曲がってました今僕猫でこうなっちゃってるんですね。骨盤が立ってる寝てるとかを私すごい気にして、日々トレーニングとかもしてるんですけど、そういうのがあるんですよね、うん、だから鼓も、まあ、締めようっていうのもあったりするんですけれども、こう置いてこう私たちは正座して、まあ、女性だったらこうですけど、うん、男性だったらこう袴の下に入れていて、ね、はい、うん、街というとねこうやってゲストに来ていただいた時にいろいろ話を聞いている間って一種の街じゃないですか。そうです、聞いているにせよね、はい、僕全然納得いかないんですよ、自分が。毎回死のうかなって思うんですね。その、相槌は打つし、それは心から、あ、そうなのかって思うんですけど、僕ね、動きすぎちゃうんですよ。だから僕の今聞き方とかはいいですか？ちょっと、お腹が、あ、その方がいいんじゃないですか。よろしいですか？はい。こういう感じで。本当に怖いのは、この、今動かないでいる姿勢で伝わることがあるっていうのは怖いですよ、ね、日々の、うん、日々どうあるか、うんうんうん、その人の生き様みたいなところまで伝わるっていうのは怖い。つまりこれ5分間のコーナーですけど、はい、5分間何も話さないでただ座ってるっていうだけの映像が100人分あったとしたら、それで十分いろいろ伝わっちゃうってことですよね。そうですよね、そうですよね、恐ろしいですよね。はい。恐ろしいです。はい、恐ろしいですね。何にもできなくなってきた。うん、何にも、もうこっから、俺一生動けないんじゃない？これ。これ。今日、鼓も叩いてないですしね。うん。叩きます、最後。叩きます、最後。僕、もう動けないんで。こう手も開けないですし。じゃあ、一緒に動いてみますか？動きますか？はい。どういうことかな？
なんか、私たち、こう、全部決まってるんですよ。はあ、ははあ、下ろす位置が膝の横とか。そうなんですね。で、当たる位置がこの調べのあたりとか、大体なんとか、うんうんうん。だから、音を出す以外にも、この、箸の上げ下ろしっていうのをすごく重要視するのは、うん、まあ、日本の文化かなと思ったりします。もう時間来ちゃいましたけど、僕、たったこの数分間ですけど、はい、意外にね、はい、実はさっき動けないんですけどってちょっと茶化しちゃいましたけど、はい、気持ちいいんですよね。あ、そうですか。そう。ちゃんとするって、その、今すごく自由じゃないですか。世の中も。で僕ら自由じゃないですか。職業的に。そうするとね、もう手もガバーって開くし、足もガバーってなるし、骨盤もこうなるんですけど、ずっとこうやってるよりは、やっぱこうスッとしてるっていいですね。やっぱりどっか調教されたい願望とか。調教はされたいですよね。うん。やっぱ大人になっちゃったんでね。誰も調教して、僕、調教する側になっちゃったんで、子供とか生まれてね。調教されていきたいなと思ってます。うん、心の闇ですかね。うん、病ですかね。病ですかね。専門医の世界で、ね。まあ、だから私も、工学会に好きだったのかもしれない、ね。ああ、調教されたい、ね。調教されたかったのかもしれない。ピアノも調教される世界ですからね。こうああ、そうなんですか。ね、クラシックの世界で。そうじゃないですか。バイオリンとかやられてたじゃないですか。こう持つんだよとかさ。そうですね。そう。クラシックバレエってすっごいこう、締めるじゃないですか。やっぱ調教されたいですよね。そうですね。うん。芸術って調教されたいものかもしれないですよね。だから、割とこう、型にはまるのが嫌だと思いつつ、うんうん、それが気持ちよくて快感だったりするのかもしれない。はまりたいですよね、型にはね。うん。のが、思考しなくていいから楽っていうところもあるし。そうですね。うん、あとは自分を認めてもらいたいとか、意識もあるのかもしれない、うん。あと全員同じ服着てると逆に個性が出ますからね。そうですね。制服とかね。うん。うん、コスプレイヤーでもあられますから。まあ、当時は。おやすみなさい。はい。調教されたい徳差健吾くんのクラシックアワーでした。それでは最初のゲストをご紹介いたします。ゴルジェ DJ プロデューサーの響き豆柴さんです。豆柴です。はじめまして、よろしくお願いいたしま す, しいします。いやー、すごい DJ でしたね。もうなんかミュージックシェアが全部詰まったみたいな感じがすごいしました。いろんなジャンルが混じっていて、それを意識してやらせていただきました、はい。あ、そうなんですか。もう本当にありがとうございます。それではまず最初に簡単なプロフィールからご紹介させていただきます。コンセプチュアルなミックス作品を多数リリース、複数の編名にて制作リミックスも行う。これは2014年ですよね。2014年ウッチェリさん、ポジティブニーヌマさんと、世界初のゴルジェバンドトムネットワークを結成する、タムネットワークです。タムネットワークを結成するなど、はいはい、ゴルジェ DJ として日本を牽引する一人ということで、はい、すごいですね。あ、いやいや、なんかで、まずですね、はい、ゴルジェっていうジャンルを実は私今日ちゃんとしっかりゴルジェだと思って聞いたのが初めてなんですけれども、そもそもゴルジェっていうのはどういう風なジャンルなのかちょっと教えていただいてもいいですか。ですね、はい、ゴルジェというのはもともとインドとかネパールの山岳地帯で生まれたクラブミュージックとされる音楽なんですね。はい、うん。で、とされるというのがポイントなんですけれども、はい、実際のところ、残っている音源というか、うん、触れることのできる音源というのは非常に限られてまして、大半が、はい、現在進行形の、うん、まあ、今ヨーロッパであるとか、はい、まあ、アメリカであるとか、うん、世界各地に
あのゴルジャを作ってるっていう人たちはいらっしゃるんですけれども、もともとのルーツとして、ネパールやインドの、山岳地帯で生まれたクラブミュージックというところから、まあ、想像して作るしかないというような。あえってことは、はい、その、はい、なんていうかヒップホップだとこういうリズム、うん、テクノだとこういうリズムとか、うん、そのジャンルによって割と分かりやすいこうリズムがあったりとかするんですけど、はい、これだっていうものも特にないっていうことなんですか？いくつかあのルールというかこれを持ってゴルジェとするというルールがありまして、一つがの GPL あのゴルジェパブリックライセンスと呼ばれているもので、うん、はい、まあ、タムを使えと、タムを使えと、はい、あのタムネットワークのタムもそうなんですが、ドラムセットの、 あの音程がついてるタムっていう太鼓がありますけれども、はい、そのタムを使えと、はい、それから、これをゴルジェと呼べと、うん、Say it ゴルジェ、はい、それから、Don't say it art、 それをアートと呼ぶな、うんうん、という3つのルールを満たしていれば、うん、ゴルジェであると言っていいということになっています。なんかでも、うん、やっぱりちょっと曖昧というかそうですね、かなと思ってしまうんですけど、まあ、この間もあのちょうど、ドミューンで5時間ぶち抜きのやつ、はい、ちょっと見させてもらってたんですけれども、なんかでもやっぱり共通点ってありますよね。それってなんか今日本にどれぐらいのそのゴルジェ DJ がいらっしゃって、その人たちはみんなこう友達だったりするんですか？知り合いというか、そのネットワークというか、まず僕らがあのゴルジェインというレーベルを運営していまして、はい、まあ、そこからあの音源をリリースしたり、うん、ミックス音源をリリースしたりはしているんですけれども、はい、ゴルジェという音楽自体は、うん、まあ、誰かのものでもなく、うん、僕らがやってるのがゴルジェかというと、うん、まあ、一応ゴルジェをやるっていう心意気のもとでやってはいるけれども、はい、それが果たしてゴルジェであるのかどうかっていうのは、まあ、聞いた人が、はい、まあ、ゴルイ、まあ、ゴルジェ的な要素をゴルイって言うんですけど、ゴルイってすごいなんかあの、はい、よくツイッターとかいろんなところでゴルイって見るんですけど、何をゴルイって言ってるんですかね。ゴルジェ的だなって感じた時にあのゴルイっていう状況になるっていう形容詞なんですけれども、なるほど、なんか豆柴さんの、うん、そのさっき DJ 聞いてて、はい、ゴルイと思われました。ドドドドドドドってこう、はい、鳴ってた時に、はい、そのタムが、うん、ゴルイ、これがゴルイかなって思ってたんですよ。それで間違い、それがゴルイです、はい、お間違ってなかった、はいはい、へえ、そういうことなんですか。で、多分そのなんていうかその歴史的に、うん、そんなにむちゃくちゃ昔っていうわけじゃないとすれば、あの豆柴さんはその最初からゴルジェ DJ としてスタートされたのかっていうところなんですけど、正確なところを言うと、はい、まあ、便宜上 DJ ということで、うん、あのやってはいるんですけれども、まあ、DJ が使うような機材を使っているので、うん、まあ、DJ ですと言った方が通りがいいので、はい、あのゴルジェの DJ というふうに言ってるんですが、はい、正確にはあのゴルジェワンプッシュ、ワンプッシュ、うん、DJ の行為自体はワンプッシュで、はい、DJ をしてる人の状態のことをワンプッシャーというんですが、何が明確に違うかというと、うん、その DJ という、まあ、カルチャー自体が、うん、まずそもそもがダンスミュージックであって、うん、例えばグルーブをキープして、うん、ダンスミュージックとして作られたものであったり、またはダンスミュージックとしては作られていないものの中から踊れる要素を、うん、DJ 的なテクニックでつないでいって、踊れている状態にするというのが、うん、まあ、DJ という行為であって、うん、まあ、職能であるという、はい、ことからすると、はい、ゴルジェに関して言うと、果たしてインドやネパールの山岳地帯で、うん、どういった状態で踊っていたのかというのをこう推測すると、うんうんうん、まあ、いまいちよくわからない、そうか、しかもその、まあ、あの極めて険しい、山登りをして帰ってきたような人たちが、うん、そんなにそのずっと続いてるダンスミュージックで踊ることができるのかということをこういろいろまた考えたりすると、
必ずしもいわゆるダンスミュージック的な、うん、あのグルーヴの紡ぎ方というか、うん、一定の BPM で、まあ、ダンスミュージックがかかっている状態で踊っているという状態ではなかったのではないかと、うん、ないのではないかということを、チャレンジしている状態が、まあ、ワンプッシュなんですけども、あ、なるほど。なんかあの告知のところにワンプッシュ&トークって書いてあって、はいはい、ワンプッシュってなんやろうなって思ってたんですよね。なるほどね、そういうことか。確かにその山岳地帯でこういっぱい動いた後に踊る元気がなかったとしても酸素も少ないですからね、うん、多分そのなんていうかこうエネルギーだけはすごく出ててなんか頭は覚醒されてるような状態の時に、うんうん、ああいう感じのこう五類音を聞くと、うん、むちゃむちゃなんかが上がるっていうか、うん、こう心の中で気がしますよね。うん、する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 、うん、あ、なんかすごく混沌とした感じがなんかいいですよね。ありがとうございます。いいですよねって、なんかすごく心ないような感じの言い方になってしまったのでちょっと不甲斐ないんですけど、うんうん、ここであの非常に重要なポイントになってくるのが、はい、基本的に今までその僕らが、ダンスミュージックとして海外から、はい、音楽を輸入してきた中で、うん、明確に、まあ、定義であるとか、うん、誰が作ったこういった音が、うん、ゴルジェなんですよっていう定義が、うん、ここまで希薄なもので、うん、状態で入ってきたという音楽が今までないということがポイントで、うん、ゴルジェに関して言うと、うん、例えば、まあ、僕がこれがゴルジェですと言ってやった時に、うん、それはゴルジェじゃないと、うん、そんなのはゴルジェではないと、うん、っていうふうにあの断言できる人もいませんし、うん、逆に言えばいやこれは完全なゴルジェだと、うん、これはゴルジェクラシックだ、ゴルジェの名曲だと、うん、とあの言えるという正確な根拠はないんですね、うん、そこであのそういう意味ではそのゴルジェというのはどういう音楽かというと、うん、あのポスト何々というような形で、うん、まあ、例えばポストロックであるとか、うんうんうん、ポストテクノであるとか、うん、既存の何々といった、まあ、ジャンル定型化したジャンルに対してのカウンターっていう音楽の、うん、作り方であったり聴き方というものに対して、うん、その枠組み自体に対するポストというか、うん、ポスト何々的なもののポストという意味合いで、まあ、進化している現在進行形の音楽であるっていうふうに言えるのがまあ特徴なんじゃないかなというふうに思ってます。なるほど。今そのいっぱいイベントをやられてるんですけど、はい、大体お客さんはどういう反応なんですか。あの 動きとかなんかドゥ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 って なるのか、うん、そのっていうかそもそも BPM はどれぐらいなのかなっていうのをちょっと気になるところなんですけど、うん、まずその BPM っていう概念自体が、うん、まあビーツパーミンツか、うんうん、そもそもがその一定の、まあ、リズム感で一定のスピードで、うん、音楽が続いているということを前提とした音楽 の、まあ、あの数値というか、うん、になるので、うんうん、そのゴルジェに関して言うと、うん、まあ、あの自然界同様に、うん、まあ、一定のはずがないと、うん、まあ、山を見ると分かるけれども、うん、あの一定のところなどないと、うん、そう考えるときっと、ネパールやインドの山岳地帯のクラブでやってた人たちは、うん、山からヒントを得て作っているのであれば、うん、一定の BPM でやっているはずがないのではないかというところでやっておりますので、なるほどね、あのそもそもがその BPM という概念にとらわれていないということですよね。じゃあだとすると本当すごくつなぎ方というか、まあ、自由度が高い分なんか やりたいようにできるとも言うし、でもなんかすごく難しい、逆にそれが難しいような気もするんですけど、それはあのやってる方からするとどうなんですか。なんか自由やし楽しいというか、なんかそういう感じなんですかね。もともと、まあ、僕がゴルジェで音楽を始めましたというわけではなくて、はい、それまでにもいろいろ BPM ミュージックにくくられるような音楽であるとか、うん、もっとあの
いわゆるあの前衛的な音楽であるとか、うん、まあ、いろんなものを聞いたり自分でやってきたりしたところもありまして、はい、あのまあ、そういったものを、何も、まあ、セーブすることなく、うん、かつあの新しい試みをあのどんな形でも結果的に5類っていうふうになるのであれば、うん、あの持ち込めるあのフォーマットであるというところがあのゴルジェの、まあ、面白いところだと思うので、うん、毎回あの、まあ、いろんなチャレンジをして、うん、まあ、ある意味では例えば BPM を一定にしてみる試みというのもありでしょうし、あのどんな形でもあのそう何かをやってしまうとこれはもうゴルジェではないっていうのがないですから、あのもう好きなようにやれるといえば好きなようにやれるんですが、まあ逆に先ほどあのおっしゃられたように、はい、あこれはゴルくないなっていうふうにあのそのお客さんの雰囲気がそういうふうになればそれはまあゴルくないので、まあ良くないなっていうか、あの軌道修正すべきだなっていうことになってくるんだと思うんですけれども。なるほど。ちょっとなんかそのゴルジェのイベントっていうものにちょっと一回参加してみたいなと、はいはい、ぜひぜひ、はい、思いました、はいはい、ちょっとお時間短いんでちょっとまだまだ聞きたいことあったんですけれども、はいはい、またあの改めてあのぜひ遊びに来ていただき、はい、いた時に聞いてみたいと思います、はいはい、すいません、なんか、はい、喋りすぎましたそんなことないですありがとうございました。響き豆柴さんでした。それでは、次のゲスト、もういきなりライブですね、はい、プリムラさんのライブをご覧ください。
We'll be right back.
Thank you.
ありがとうございました。プリムラさんと、映像は正木渡辺さんでした。はい、というわけで、トークの準備の前に、関口智弘さんの、木の宮博士の研究成果をご覧ください。はい、関口智弘で、木の宮博士の研究成果でした。なんとですね、木の宮博士来月5月28日おととい限定で、アルバム出ることになりました。七変化ということで、ちょっと今準備ですごい大変なんですけど、もろもろ近日中に、情報公開していきたいと思います。はい、では、お疲れ様でした。ありがとうございます。プリムラさんと正木渡辺さんです。よろしくお願いします。いやー、すごいでしたって、すごい日本語が変になっちゃったぐらいなんですけども、どこから突っ込んでいけばいいんでしょう。その前に簡単なプロフィールからご紹介させていただきたいと思います。2012年夏最初の思春期アルバムユースセンターを発表。2014年春には、雨粒などのリミックスを収録し、雨粒さんのリミックスを収録した My First Time EP を、発表し、 iTunes エレクトロニックチャートで1位を獲得。イベントでは自身が出演する強烈な映像ダンスによるパフォーマンスでオーディエンスを熱狂と困惑の渦に巻き込んでいると。で、正木渡辺さんは、プリムラさん、そして、モシモスさんなど、ネグセキャロップ周辺のアーティストの VJ や素朴なテクノを中心とした DJ も行う。 DJ もやられてるんですね。はい、で近年はプレムラさんとコンビで活動をされているということですね。はい、はい、なんか思ったんですけど、はい、キネクトとかも使ってパフュームみたいになればいいのにと思った、はい、もう立体的なプリムラが見たいって感じがすごいしたんですけど、プリムラとか言って偉そうに呼び捨て、すいません、してしまったんですけれども。そうですね、それはぜひやりたかったんですが、はい、ちょっとなんていうんですか、テクニカル的な問題で、うん、これできなかったっていう。なんかあれってなんだろう、あのXBOX とかでなんかできるって聞いたんですけど、はいはいはい、ああそうみたいですね。ねえ、なんかぜひ
この方をものすごくでっかいホールで会場でど真ん中にそのキネクトのなんか、そうですね、ねえいくらお金あったらいいんだろうって感じもするんですけれども、であのだいぶあのパフォーマンス、ライブパフォーマンスがあの独特だと思うんですね。でまああのツイッターにもちょっといただいてたんですけど、あのなんか曲とそのなんていうかギャップがあるとすごく、ああ、はい、で私がまずなんかその最初に曲聴いて思ったのは、はい、なんかすごく90年代な感じがするなっていう、はい、なんか昔のそのなんかまあ20代の前半ぐらいに、はいはい、なんかあのちょっとフェス行って、フェスっていうか、うん、あのなんていうの、なんか行って、はい、野外のイベント行っての、うん、なんか明け方、うん、にまだ踊ってるみたいな時の感じとかすっごい思い出すんですよね。だけどなんかこういう入れたちでなんかなんでこうなったんかなって、音楽は真面目に作ってて、はい、それはもう聞いた通り、はい、ね、すごく真面目に爽やかで、あ、爽やか、なんかちょっと切ない感じですもんね。そうですね、ちょっと、うん、ジメッともしてると旋律が旋律、うん、すごく切ない感じで、まああのまあ、最初その自分のもともと音楽やっててライブもやってたんですけど、はい、またリリース前にで彼らがお客さんとしてと見てた時に、ちょっと地味なんじゃないかっていう。そうですね、もう本当に普通の服で普通、うん、普通に機材を並べてやってうもう普通だったんですよ、もともとダサかったとかじゃなくて。ダサいのはずっとダサいんですけどあの本当にラップトップだけで、はい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 、もう見てるだけっていう感じで、もう本当に何も動かず、もう何も、まあ、微動だにせず、微動だにせず恥ずかしいしそうなんや。そうです、見られて、はい、見てくれる人のためにこう何かサービスみたいなもん、何もなし、あ、何にもですね、考えてなかった、ね、それを見てた、まあ、はい、渡辺さんが、はい、ちょっとそれはいかんのちゃうかって、うん、そうですね、そのせ、うん、ファースト出すときに、はい、まあ、何かこう、うん、なんかもっと特殊なことやった方がいいんじゃないかっていうようなことを、ね、話したのでね、うんうんうん、それで、まあ、思春期がテーマでやってるので、うん、まあ、自分が少年になった、うん、自分が少年になるというか、自分が変なか、自分が少年の格好をして、うん、もう自分の好きなようにやればいいんじゃないみたいな。そう、最初はねショルキー、うん、あ、そうですね、ショルキーとかっていう感じで、うん、ショルキーなんか持ってましたよね、この格好の時に。持ってるんですけど、うん、全然弾けなくてですね、嘘もったいない、最高2音ぐらいしか抑えられなくてでこれちょっとやってても見えるしバレるなっていうことで、うん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 、ちょっとあの俺もともとダンスとか全然やってなかったんですけど、嘘、何ももうただ自己流で、え、これ自己流なんですか、全くあのステップも、そうです、何もかも、何もかも、手旗信号も、手旗信号も、あれはあの意味なしてないんです、本当は意味をなすようにね、はい、うん、一応そのあるんですけどね、うん、メッセージが、はい、会いたい君にっていう気持ち悪いメッセージがそうなんや、会いたい君に、で頑張って練習したんですよ、はい、練習したんですけど、うん、あ、僕振り付けが覚えられないのでいや確かに難しい振り付けは、そうですね、うん、もう考えちゃってそのグルーブがやっぱなくなっちゃうから、うん、でそれで結局、まあ、うん、その会いたい君にっていうのは最終的にはちょっと、うん、使わなくなったような、そうですね、はい、そのアイデアは渡辺さんが出したんですか、うん、そう、手旗信号というか、そのセカンドアルバムを、うん、まあ、作ってる時に、うん、タイトルどうしようかみたいな話をしていて、うん、でまあ、最終的にそれが、なんだっけ、アクエリアスっていうのに決まったんですけど、はい、まあ、タイトル的に、まあ、水中だろうっていうことで、うんうん、まあ、水中といえば、うんうん、まあ、水平さんかなっていう、うん、水上じゃないですかそう、そう、ね、まずいですね、水中、そう、水中ではないです、確かに、もう事故になってるそういうところで最初はあの僕あの学生服の夏服でプールに飛び込みたかったんです、ね、うん、このアルバムが中学生高校生でちょっとそういう背景、うん、テーマあったんで、うんうん、入りたかったんですよ、その僕がその
わゆるワイシャツの半袖ワイシャツで学ランの下だと、うん、もう本当におじさんになっちゃうっていう本物になると本物の、ね、面白みがないと夏スーツのおじさんになっちゃうということで、うんうん、ハマりすぎるんやね、ええ、うん、それでちょっと明るい要素も入れないとね、うん、そうなんですよ、うんうんうん、それでセーラー服にしたんですけど、うん、で夏服の制服だとちょうど同じ年に去年、うん、そのすぐ後に豆腐ビーツさんがミュージックビデオで、はいはい、完全に夏服の制服だったんで、ああ、あったね、そういうの、ああ、セーラー服でよかったなってそれ見た時には正直思いました。なるほど、はい、そうか、あれって、はい、今あのビデオっていうか PV 出たりします、ちっちゃく、あの水平さんのやつちょっと持ってきたんですけど、あの結構崖っぷちというか、はい、なんかロケーションがすごい綺麗で、はいはい、あれは一体どこなんですか？新島ですね。あ、新島なんだ、はい、どんぐらいで撮れるもんなんですか、はい、期間は。あれはですね、4日ぐらいだっけ。4日そう、早っ、もっとかかってると思ってましたしかも全然寝てないですね。そうですね、徹夜で4日で作った感じですね。あの女の子は、はい、誰なんですか？あれはですね、そのカメラマンをやってくれた人の奥さんですね本当にそのなんか手近なところで。そうですよ、まあ幻なのかあれはなんだ、まあそれはですけど。なるほどね、そっかそっか。あれ今映ってんのかな。あ、映ってます ね。 ね、あ、起きたところで、はい、映ってる、日常のシーンです。そうですね、これ何着目とかあったりとかする、はい、同じですか、あれと。いや、これは実は、撮影の時に使っていたのレンタルのものが、あ、レンタルで、ね、そうです、2着借りて撮ったんですけど、それがまあ常時着るにはちょっと高いので3泊とか2万円ぐらいでした。そうですね、はい、なのでしょうがなく作ったっていう。もう仕立ててもらって、すごい、よくできてる。プリムラって書いてある。そうです、ね、すごい。これ刺繍アーティストの沢ちゃん。沢ちゃん。そうだ。短パンがね、すごいなんかみんな釘付けになったってツイッターとかすごい書いてあったんですけど、はい、ライブ中、あ、多分でもまあ何やスイッチ入ってしまったら恥ずかしくないと思うんですけど。はいはい、やっぱ普段はこういう格好ではない。普段は違いますね。もう今もちょっとこうやってもも締まって締まりしてるんで、ちょっとこう心細いがちょっとさっと触れてたりとかして、なるほど、明るいだとかして、なんか私ちょっと先にパラパラっと言ってしまったんですけど、はいはい、今そのこうある形にたどり着くまでの道のりで、はい、すごく、まあ、影響を受けたことっていうか、はい、お二人の中に何かあったりしますか？そうですね、うん、恥ずかしさ、なんていうんですかね、普通の人だったらやらないような恥ずかしいことを、うん、が好きっていうのが共通しているので、恥ずかしいことが好き恥ずかしいことが好きか。だから一人でだと楽しいんだけど、はい、それをわざわざ表に出さないというか、シャワー浴びながら、はい、なんか昔僕中学2年の時に付き合ってた子に、うん、ABEX ダンスクリスマスってコンピレーションをプレゼントしたんですけどテクノトロニックがホワイトクリスマスを歌ってたりとか。うわー、すごい、すごい面白そう。で聞きたくなって探してんですよ、全然ないんですけど今、ね、それをプレゼントする時に最後こうちょっと手紙書いて、最後僕マスオって言うんですけど、うん、最後マスオサンタよりって書いちゃったんですよマスオサンタ、そういうの未だにもうちょっともう本当に大変な気持ちになっちゃう。そういうシャワーの時に今でも急に思い出したりとかして、でもそういう楽しいなっていう、そうですね、そういう話とかをよくしてて、うん、で、まあ、そういうのから、うん、そのプリムラーっていうのはできたんですかね、うん、なるほど。でもなんか音楽とその、そっか、恥ずかしさを込める、はい、うん、誰しもが一人の時には楽しんでるかもしれないけど、うん、それをもっと
あの表に向けてやりたいなって、うん、彼も本当すごいドミニマルテクノ DJ なんですよね、もともとは。そうなんですか。でも自分の中にやっぱそういう体験とか気持ちよさがあって、でそこでまあ最初はまあそんな話はしないんですけど、だんだんこう僕の音楽を返してなんかね、そうですね、そっか、分かってんじゃんみたいな。でもやっぱりなんかこう単調になりがちだし、そのミニマルテクノとか特に、でまあプリムラさんのはなんかすごくメロディーがこうあるので、なんかポップやなという部分がすごくあるし、なんかね感情がこう見つけやすい気がするんですけど、そこになんかやっぱ面白さを持ってきたことによってよりポップになってて、なんか映像込みで本当になんかパッケージされてる感じがなんか素晴らしいなと思うんですよね。なかなかそういう人いないじゃないですか。そうですね、なんかだから映像ってものすごく大事なんやなと思って、私も頑張って作らなきゃなとすごいなんかこう思いましたね。結構だから真面目にやってんだけど、真面目にやってるところとふざけてやってるところがすごい極端で、それを組み合わせるとなんか良くなっちゃうなっていう、そうかもしれないですね。なんかっていうのが多くて、それをメインでやってる。いいんです、いいんです、なんかあの前に出てくれはった DJ のアリさんが見てはりますよ、アリさんはよくお世話になってます、なんかあのその時来てくれはったんですよね。そうですね、ブレッツにね、ほとんどそこで飲んでたんですけど、その時は、ちょっとだけこんにちはなんつって、あ、そうですね、最後の方で言ったくらいで、そうそう、いやありがとうございました。そうそう、なんかもっともっといっぱい話聞きたいんですけど、ちょっと時間がねなんかもうなくなってしまって、またあのぜひ、ミュージックシェアに遊びに来ていただいて、もう豆柴さんもそうなんですけど、ちょっとやっぱなんかトーク時間短いですね。あ、そうかもしれないですね。なんだろう、なんか今日特にすごい短く感じるというか、もっと喋りたいですね。なんかね、聞きたいことがいっぱいありすぎて、なのでまたぜひちょっと遊びに来ていただきたいなと思います。ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、プリムラさんとまさき、渡辺さんでした、ありがとうございます。ではあのここで豆柴さんの方にも、入っていただいて、はい、で、おととい TV フラットでご覧の皆さんは、9時半でちょっとあのバタって終わるんで、ユーストリームの方のアドレスに移行していただけたらちょっと延長できますんで、移動してみてください。あ、じゃあちょっとラストトークというか、はい、どうぞ。あ、マイク足りてるんでしたっけか。あ、1本、どこでしたっけ。あ、すいません。あ、じゃあすいません。拾っていただいて。声小さいですかね。いや大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫ですよ。大丈夫です。あ、なんか椅子が足りひんみたいな感じ。あ、椅子が足りひん。じゃあプリムラさん、じゃあ俺こっちへ立つ。あ、プリムラさんでも俺立ってた方が、じゃあ、短パンやし立ってた方がいいかも。違うか。あ、本当だ。もっと若いなみんな。いや今日は本当にありがとうございました。もうめちゃくちゃ楽しかったです。お二人すごい仲いいんですか。え、うん。何やその場は。結構イベントで一緒に出て。あ、そうなんですね。でもさっき一番深く語り合ったような感じでしたね。なんかこう一見ジャンルが違うんですけど、と思ったんですけど、でもなんていうかツイートで、なんか五類って言われてましたよ。え、プリムラさんが。あ、そうなんですか。これがゴルジェちゃうかって言ってる人がいました。大丈夫、どうなんですか。プリムラさんがゴルジェですよね。もうなんかめちゃくちゃなってきましたけど。もしあの何か告知などあれば、最後にぜひお願いします。あ、じゃあ僕の方から、5月の、来月23、24土日で、山梨県道志の森っていうところで、ナチュラルハイというペース。あ、はい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 、ありまして。でその、フェスに24日に僕
出演しますので。おいいっすね。他に七尾旅人さんとか、はい、旅人さんと、うん、もう豪華な、まあね、そうです調べますよみんな、パタパタっとナチュラル、はい、うん、あとね、ここ行っちゃっていいの、あ、ダメかな、ダメだね、あ、そうだ、うん、あ、まだ未公開、はい、まあそうですね、まあ記事的なインタビュー的なのがまた、あ、ええ、了解です。そまたツイッターとかで、はいはい、告知します。あと29日、ごめんなさい、5月29日に四条寺のシーター、はいはいはい、大きいとこですね、大きいとこです。これもちょっとメンツはまだ発表できないですよ、もうすごいかなりの、うん、メンツでやりますよ、うん、僕らも、はい、はい、よろしくお願いします。楽しみにしております。ちょっと遊びに行こう。あ、ぜひぜひ、お願いします。よろしくお願いします。あ、僕ですか、はい、僕ですか、お願いします。上柴さん、僕もちょっとちょこちょこあって、あ、ものすごいいっぱいありますよね、結構 いっぱいなんか、あの、うん、ちょっとさっきリツイートしたんで、それを見た方がいいのかしら、すごいいっぱいあるんですよ、確定したやつだけなんですけど、見つけた、ちょこちょこあるので、はい、まあ、あの4月、あ、まあ、響き豆柴で、はい、あのググっていただいて、うん、あのツイッターなりフェイスブックなりで最新版を、うん、今日あの上げましたので、それを確認いただけたらと思うんですが、ここでこのブレッツでもあの3本ほど、うん、あの出させていただくイベントがありまして、はい、1つが5月の6日の、18時から面白ダークネスボリューム2というイベントに面白ダークネスって名前がいいですよね、はいはい、でそこ、それはあれですね、まあ、ゴルジェとあとポエムコアっていうあの要注目なジャンルがあるんですけれども、はい、ポエムコア、はい、ちょっと要チェックしとこう、要チェックです、はい、あのその、僕もそのポエムコアの第一人者のブールさんという方が主催されるイベントなんですが、はい、僕も初めてポエムコアに挑戦しようと思ってます、のでぜひ5月6日、はい、それから5月16日に、やはりこちらで、はい、響き豆柴 5.61 アワーズというあの、まあ、5時間61分こちらで、まあ、5類なんですけど、はい、というのをあのやらせていただくことになりまして、5類の、そうなんですよ。で今まであのずっとあの告知などする際にも、うん、あの5時61分ちょうどに告知しようと思っていろいろタイマーセットしようとするんですけどどうしても6時1分になっちゃうんですよ。で気づかれないなみたいな、普通に6時にね、あの告知しようとしてずれちゃったみたいな感じになっちゃうっていう問題をずっとあったんですけど、これで一気に解決ですね、はい、あのよかったです。5時間61分で、あの最近あの一緒にやらせていただいてますあのゴルラッパーの下田景樹さんであるとか、はい、セーラーカンナコちゃんであるとか、はい、あのあとはゴルジェイン周りの変な人たちがいろいろサポートに来てくれる予定ですので、ぜひ、5月16日ですね、こちらも夕方からですね。でそれからあと5月22日の金曜日に、はい、こちらも夜の8時ぐらいからになるんですが、レギュラーで出させていただいている、いろいろあってというイベントがありまして、まあいろいろあってこれが、まあ、いろいろあの毎回色がテーマで、あのいろんな方が DJ されたりライブされたりするんですけども、僕が、まあ、レギュラーで毎回出させていただいて、今回が空気色ということで、うん、すごいもう空気色、空気色をテーマにもうエア DJ をしながら、あのもう空気のような存在感でいたっけみたいな感じでやらせていただきたいと思っておりますので、こちらもぜひ足を運んでいただいて、見つけたら声をかけて、はい、多分気づかれないぐらいの感じでいると思うのでよろしくお願いします。ありがとうございます。それ以外はあのツイッターなどで、ツイッター、フェイスブックなどで、ミュージックシェアの方でもあの、はい、なるべく皆さんの、 あのリツイートさせていただけますので、ありがとうございます、はい、じゃあ皆さんも要チェックしましょうということで、実はですね、今月で、ブレッツの方で放送するのが最後になってしまったんですけれども、本当にあのブレッツさん1年間ありがとうございました。で、本当にあのいい箱でですね、まあ、豆柴さんも本当にね、もうしょっちゅうイベントやっていらっしゃいますし、他にもすっごい変な面白いあのイベント、変なは余計ですけども、面白いイベントたくさんやってはるので、ぜひあの遊びに来てほしいと思います。
で、まあ来月からなんですけれども、来月からどこでやるかっていうのは私が家に帰ってからツイッターとか SNS で発表したいと思います。お楽しみにということで、ではまた来月ということでよろしいんですかね。はい、よろしくお願いします。でそしてブレッツさん、ありがとうございました。で、響き、豆柴さん、プリムラさん、まさき、渡辺さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい面白かったありがとうございます。で、この後みんなで写真を撮って終わりになります。はい、ありがとうございました。はい、お客さんも一緒に写真撮れますので、もしよ